でしょ。うん。あ、でもやっぱね、かなかなはね、いい声な気がする。確かに。か、一回さ、佐々木とさ、うん。おかゆの家でなんかいろんな配信見てさ、あ、見たね。で、かなかなに行った瞬間、え、なんかめっちゃいい声やな、やっぱ、みたいな感じでさ。あ、なった気がする。なんか、うん、いろんなライバーの反応まとめみたいな。そう。見てて、私の初期のやつとかもいろいろ見て、結局やっぱかなかなええ声やな、みたいな。そう、なんか、なったんだよね。ええ声やないか、みたいな。そう。あれみたいな。いつも聞いてるから。わかんないけど。うん、あれ、かなかなええ声やないかっていう。気づきがあった、あん時。あったね、うん。あ、シーシーダンスやってたの。いや、なんかね、すごって思って見てたんだよ、リハの時から実は。あとやっぱね、もう声が綺麗、もうアンニュイって一番すこ。椎名結香しか勝たん。結香しか勝たん。やっぱね、シーちゃん大好き高校としてもね、あのね、ちょっと嫉妬したわ。声の透明感というか。ちょっと嫉妬したな。僕はああいうさ、こう、まあいろんなアーティストの方とかだけど、その女性とかってやっぱそういうすごい透明感のある方とかの声の人とかだけど、僕ね、めちゃめちゃ羨ましいし、それが好きで、僕もなんかそういう歌い方が好きだったから、ちょっと嫉妬もしたわ、良すぎて。めっちゃ綺麗だよな。はぁ、あ、ゆいかしか勝た。憧れちゃった。いや、憧れるね。でもね、もう自分がどこまでできてって現状わかるからさ。あれはね、本当にゆっくり休んでね、喉大事にしてね、いつまでもその歌声聞かせてねって思う。